今回は第三分野の保険の論点についてお話ししたいと思います。第三分野の保険というのは生命保険でも損害保険でもない保険、あるいは両分野に属する保険のことで、具体的には病気や怪我や介護に備える保険を言います。では、まずは医療保険について説明していきたいと思います。 医療保険は病気や怪我による入院や手術などに備える保険です。入院給付金には1入院あたりの支払い日数の限度や通算支払い日数の限度が存在します。気をつけたいのは1入院という用語で、これは手続き上の1回の入院という意味ではありません。保険の世界では 入院給付金の支払い対象となった入院の退院日の翌日から180日以内の原因が同じ入院は1回の入院とみなされます。これはなぜかと言いますと見た目通りに入院回数を数えると保険金の不正受給につながるからです。例えば1入院あたり最高60日まで入院給付金が支払われるという契約をしている人が 入院から60日経過した時に病院にお願いして1日だけ退院してからまた入院を継続した場合もし入院日数がリセットされるのであれば入院日数の上限が合ってないようなことになってしまいますちなみに保険の世界では180日経過すると前の出来事との因果関係がわからなくなると考えますから同じ原因で入院しても 前回の退院日の翌日から180日を超えていると別の入院とみなされます。それから当然2回の入院の原因が異なれば180日以内でも別の入院とみなされます。1入院の概念について例を使って説明しますと、例えば1入院あたり入院5日目から60日間保証する保険に加入している人が、 糖尿病で45日間入院した後退院して90日経過後に糖尿病で30日間入院した場合について考えてみますこのケースでは最初の45日間の入院については5日目以降41日分入院給付金が支払われますそして2回目の入院は退院から180日以内の 前回の入院と同じ理由での入院ですから、前回の入院から継続した1回の入院とみなされて、残りの19日分しか入院給付金を受け取ることができません。もう一つ、2回目の入院がもし脳梗塞での入院であった場合についても考えてみたいと思います。つまり、 一入院あたり入院5日目から60日間保証する保険に加入している人が、糖尿病で45日間入院した後退院して、90日経過後に脳梗塞で30日間入院したというケースです。このケースでは、最初の45日間の入院については、先ほどと同じように5日目以降41日分入院給付金が支払われます。 そして2回目の入院は前回の入院と異なる理由での入院ですから前回の入院とは別の入院とみなされて5日目以降26日分入院給付金が支払われます次は介護保険についてこれは介護が必要になった場合に備える保険です保険約関に定める所定の状態になった場合に 保険金が支払われる商品だけでなく、公的介護保険の介護認定基準に連動して保険金が支払われる商品もあります。次は、がん保険について。これは、がんによる入院、手術などに備える保険です。給付の対象をがんに絞っていますから、他の医療保険よりも保険料が安くて、 入院給付金や手術給付金に支払い日数や支払い回数の上限がないのが特徴です。ただし、癌になってから保険に加入して保険金を騙し取ろうとする人がいると困りますから、多くの商品で契約日から90日や3ヶ月など一定期間の面積期間が設けられています。もし面積期間に癌であると診断された場合には、 契約が無効になります。次は、先進医療特約について。これは、厚生労働大臣が定めた一定の高度な治療を受けた場合に、社会保険で保障されない技術量相当額の保険金を受け取ることができる特約です。支払い対象となる先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものですから、 保険の契約時に先進医療に指定されていなくても、契約後に先進医療に指定されれば、その治療を受けた時には先進医療からの保険金が支払われます。逆に、保険の契約時に先進医療に指定されていても、契約後に先進医療の指定から外れてしまえば、その治療を受けた時には先進医療特約からの保険金は支払われません。100円前後の保険料で、 何百万円もする治療に備えることができますから人気がありますが、先進医療を受けられる医療機関は全国的にもかなり少ないですから、一度厚生労働省のホームページで先進医療を実施している医療機関の一覧を確認することをお勧めします。その他、第三分野の保険にも特定疾病保障保険やリビングニーズ特約があります。 これらはすべて生命保険の商品の論点で学習した内容と同じです。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。